るかな。こういう始まり方あったらね、こういうさ始まり方とかあったらさ喜んでくれるかもしれんけど、寒い温めてとかあったらさ、なんかかわいいっていうコメントが来るかもしれんけど、こうやってやっとるけんさ、なんか変なコメント、変なコメントとかちょっと失礼なコメントが来る。こんばんは、お疲れ様です。そりー、ちょっと見てこれ、もう解禁したくまちゃんのやつ、くまちゃんのくまのこれ解禁した、これを着たら多分もう最強3チームになるんじゃない、もうみんな私の虜になっちゃうでしょ、こんなん、この T シャツ脱いでこれだけ着とったら天才3チームなんじゃない、どうよ。どうよ。ということでみんなの名前呼んでいきたいと思います。ロコポコ、草刈木さん、スーさん、南光さん、ひーくんだよ、ありがとう、のぶくん、くりみ、まさ、まな、かぜさん、いもんさん、のんちゃん、ありがとう、こんばんは、お疲れさんです。きさらぎさん、草刈木さん、てっちゃん、やっほー、みつもも、てぃさん、こんばんは、くりみん、とくりん、井戸の中じゃないね、らっこうさん、こうじさん、てっちゃん、はなちび、ゆういち、こんばんは、きさらぎさん、きょぴ、てっちゃん、JT さん、おずみさん、まるふく、けんたぴ、やっほー、はっしーさん、こみさん、よしたく、フラピチーノ、イシケンマシンさん、サヤッチさん、ホズミちゃん、ショウタン、こんばんは、やっほー。ちょっと今日の髪型を紹介したいと思います。また後で見て、ずっと見ていて、ちょっと名前呼び終わるまで、今日は余韻ひたひた。アキさん、こんばんは、ちょっとみんなの名前一生懸命読めんじゃ、ちょっと待てこんばんは、ちょっと待って。コミさん、こんばんは。タイムガイコツさん、ショウタン、こんばんは。読んだ読んだ。マイマイ、ありがとう、こんばんは。クリミ、ヤッホー。ハト、こんばんは。リュウくん、リュウヘ、ヤッホー。ラパンさん、クニさん、こんばんは。ありがとう、こんばんは。たかし、お疲れー、ありがとう、今日めっちゃ嬉しかった相手。マイドーさん、こんばんは。マルシさん、こんばんは。寒い、あっためて。寒いから、温めてくれるかな。温めてくれるかな。寒い。温めてくれるかな。今日はとっても楽しかった。今日もとっても楽しかった公演でした。いや、れんちゃん推しさん結構おった気がする今日。なんか初めましてのれんちゃん推しさんもおったし、れんちゃん推しさん今日結構おったよね。みんな見つけたし嬉しかった。レンちゃん推しちゃん以外もね、いっぱい構ってもらって楽しかったです。私はもうね、楽しい、本当にレンちゃん推しちゃんと絡むのももう最高に楽しいし、レンちゃん推しちゃん以外、レンちゃん推してないよっていう方でもこう絡めるのがもう最高ですね。公演は楽しい。これはもう生誕祭が楽しみじゃん。レンちゃんとかさ、ほんまに、え、ほんまに、はじ、え、ほんまに、ちょっとそれを見ていけんな。え、そうなんじゃん、初めて。うん、見送りでね、ありがとう、嬉しかったです。うん、そうなんですよ、レンちゃん見てたってか嬉しい。もう早く会いたい。なるさん、こんばんは、ありがとう。ロコポコハート、ありがとう。ロコポコちゃん、ハートは結構ありがとう。てっちゃんは誰もありがとう。てっちゃんと幸せになりますように、ありがとう。こんばんは。マ
さんこんばんは。リカタヤスどうじゃん。天気リカさん、はーい。今日なんか釣られそうだった。釣られそうっていう前にもう釣られてるんじゃないの？もう釣られてるでしょ。だって来てるもん、来てるんだもん、配信に。配信に来てるってことはもう釣られてるってことだからね。釣られるとかじゃなくてもう好きなんよ普通に。私はまあ好きなんで、まあいつ結婚しようって言われてもまあ全然待ってますけどね。ヤスさんこんばんは、ありがとう。ハッシーさんこんばんは、ありがとう。メールありがとう。やった。ちょっとメールささっき送ったんだけどさ、ちょっと見てほしい。でもメールだったらさ、この可愛いなんかさ髪型のあの可愛さがあんまりあの伝わらないんですよね。めっちゃ寒いので誰か温めてください、お願いします。めっちゃ寒いので誰か温めてくれませんか。めっちゃ寒いので本当に誰か温めてください。あのさ寒いからさ温めてほしい。誰か温めてください、本当に寒い。こんだけ寒いって思うのに半袖着とるのも鬼じゃない。寒い寒い言うのにさ、自分自業自得やんけーみたいな。自業自得やんけー。あーそっかー。寒い寒い、そんなの自業自得やんけ。あーそっかそっかっていうあれがっていうツッコミが入っててもおかしくないじゃないですか。寒い、とっても寒い。それは半袖は着てるからだよ。自業自得やんけ。あーそうだっていうなんかわかる、そういうギャグいけるくない。これクマわかる、これかぶったらもう最強3チームになるよ。どう最強3チームになる。じゃけんかぶります。今日は着ない、今日は手だけ。いただきまー。ちょっと待って、みんな静かにして、本当に静かにして。みんな合わせていただきます。チロさんこんばんは。ゾイチロくんありがとう、嬉しい。今日楽しかった、ありがとう本当に。てっちゃんハートありがとう。てっちゃん今日も大好きさんチーム、てっちゃん今日も大好きさんチーム、てっちゃん今日も大好きさんチームだよ。ありがとう。そみよさんこんばんは。大地やっほー、ありがとう。夢出てきたんだな。夢出てきたんだな。てっちゃんかわいい、ありがとう。てっちゃん一番かわいいよ、ありがとう。ケンくん、ケンくんありがとう。今日楽しかった、ありがとう。はじめましてな、ありがとう本当に。まず帰るとちゃんと見つけたからね、ありがとう。しかも作ってきてくれとったよね、ありがたい。言っとったの配信約束ね、約束してくれて嬉しかった、ありがとう本当に。サトシンデヤッホー、ありがとう。サトシンデみんなりえちゃんにつられてるね、どうしたんだろうね。みんなりえちゃんにつられてるよね。レンレンちゃんヤッホー、レンレンちゃん今日すみかりえちゃん可愛かった、やったー、嬉しい、とっても嬉しい。すみっこということはこっち、ビバハリケーンの時、ドゥ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 の時に来た方来た方かな。してステージ客席から見て左の方、客席ステージ客席お客さんから側見て。カラケースさんこんばんは、かわいい、ありがとう。カラケースさんが一番かわいいよ、ありがとう。嬉しい、みんな辛いとるな。 MK さん初見ありがとうございます。 STU48 2期のリネタンことうつむりんです、よろしくお願いします。ありがとうございました、はじめまして、ありがとうございます。もしよかったらプロフィール書いてあるの見てください、あとツイッターもやってるのでもしよかったらフォローお願いします、ありがとうございます。
寒い。ルタ君かわいい、ありがとう。そうやって言ってくれルタ君めちゃかわいいよ、ありがとう。せいが君やっほー、お疲れさん研究。キヨピやっほー、こんばんは。お疲れさん、みんな。まっちゃんお疲れさん、ありがとう。とっても可愛かった。うちはやっぱ可愛いな。うちはかわいい、キンブリ可愛かったし、ちゃんとキンブリシートね、可愛かった、ありがとう、楽しかった。庄司やっほー、こんばんは。寒い、普通にやばい、寒すぎて、普通にやばい、寒すぎて。でもさ、本当にさ、バカだと思う。でも私レッスン着は絶対半袖って決めてるんですよ。マイルールがあって、レッスン着は絶対に半袖って決めてるけん、半袖なんよな。レッスン着は半袖に、イロンがある人、レッスン着半袖でなのにから寒い寒いって言ってる今の私に対して、イロンある人言うんなら今のうちに言いなさい、言うんなら今のうちに言いなさい、イロンを。イロンがあるなら怒るよ。怒るん。サビー、異論があるなら怒るよ。今日の髪型はただのハーフツインじゃなくて、こう編み込みでハーフツインにしました。本当はね、ここだけの話、リボン、ここリボンにする予定だったんですけど、ちょっとまあいろいろとありまして、リボンできないっていうことになって、リボンの髪型をする予定だったのに、リボンなくなって普通の、編み込みのハーフツインになりました。だからまあ生誕祭はね、まあ生誕祭はもうそりゃあね、可愛い髪型をするって決めてるんで、生誕祭やっぱ目立たないとなっていうことで、生誕祭ってさすがにもうリボンさせていただきますよ。あ、ダメ、ちょっと、やっちゃった。ちょ、今ないし、今718人の皆さん見てくださってると思うんですけど、今なしで、でも想像つかないからね、超盛大に行きますから。うん、でも生誕祭言うても、アンナちゃんの生誕祭か私の生誕祭か分からんが、今なちょっと匂わせた、ごめん。どっちの生誕祭でそういうことをするのかっていうのは言ってないけん、まあ勝手に、まあ、憶測で、まあ、こういう風にするとか、まあ、言われても知らないしみたいな。だからね、無視しててください、聞いてないということにして。生誕祭申し込んでくださってとても嬉しい。もうめっちゃおいしさ、みんな当たれということで、当たりの儀式、当たれ祈れ、当たれ、りんちゃんさん当たれ、これで当たるよ、当たって、本当に当たって。サポンヤッホー、ありがとう。今日ねマネージャーさんに髪の毛褒められたんですよ、前回の、僕の太陽公演より、あれ、僕の公演、太陽公演よりちょっと良い髪型って言われた。ちょっとさ、キサラギさんさ、ちょっと失礼なコメントやめてください。私全然そういうのじゃないし、なんか全然、なんてこれが普通なのにそういうことを言われたらとても悲しいんです。次そういうこと言ったらブロックしますよ、本当にやめてください。すごい辛いです、私本当に辛い。私は真面目というか、これ普通なのにそういう風になんかネタって言われても本当に悲しくなるのやめてもらっていいですか。次本当にブロックしますよ、本当に。分かった。嘘だよ、でもやめてね、辛いから。うん、調子のままなのってごめんなさい、調子のとの私です、ごめんなさい、失礼しました。ちょっと見てほしいからさ、
やっぱ好きで言ってほしいから嫌なことは嫌って言っちゃうんだよね。当たってもう絶対 OK ですよ。ありがとう。当たって本当に本当に当たってほしい。本当に当たって当たってほしい。本当に当たって。サビー京都さんやっほー。最近りんちゃん、それは気になるじゃなくて好きで、ってかもう好きかと思ったありがとう。こんばんは。寒いよ寒いよ。でも私ほんまにみんなに魂送っとるけん、ほんまに生きり送っとるで。言っとくけど、あの今じゃけんやけど、みんなに生きり送っとるけん、なんかりんちゃん最近感じ気になるとか、りんちゃんがあのあれりんちゃんがなんかふとした時に浮かぶとか、りんちゃん夢に出てきたとかやったら、それはもう生きり送ってるんで当たり前です出てきても安心してください。うん、生きり送ってくるから、今魂送ってるかもね。そう、生きり送ったんで、もう私の生きりは悪いことしないんで安心していいね。寒いよね、みんな寒い。ナルミくんやっほー。とっても可愛かった、嬉しい。とっても可愛かったよナルミくんもありがとう。うん、寒いね。りんちゃんかっこいい、本当にかっこいい。私両方できるかもしれん。かっこいいって言われたけん、こうみんなを守ることもできるし、守ってもらうこともできるかもしれん。りんちゃんやっと当たったらまた別のシナモンくん用意しないとか。イエーイ、怖かった、嬉しい。みんな会いたいな。まああの配信もね、あのいっぱい目合いましたよね皆さん。配信でもたくさん目合ったし、あのまあ今日会えなかった方とかもこうやっていっぱい、はい、今話してるけど幸せ。なんかもうちょっといっぱいコメントしてください、いっぱいコメントしてください。あとかうとか何でもいい、もう本当に楽しい。次いつやるかな、みんなに。魂もらってるからね、会えなくても。でもみんなも魂送ってるでしょ、生きり送ってるでしょ。みんなも生きり送ってるんじゃないの。みんなもりえたんの生誕ティー、ちょっと待って、それは聞かないでほしい。私の生誕ティーは言いません、秘密。ちょっと楽しみにしといてちょっと楽しみにしといて、それちょっと秘密、それちょっと聞かないでほしいな。情報解禁されるまでそういうことは言っちゃダメなので、あの聞かないでほしい、どちらにしろ。あかもしれないあやばい、今の本当にミス、本当にミス、本当にミスではない、ごめんなさい、本当にミスではないっていうところ、あの本当にあるかもしれないね。まあ、この流れだったらあるかもしれない。うん、とっても楽しみにしておいてください。そうでもね、本当にね、もうちょっと情報解禁されたらじゃあやっていきましょう、やっていきましょう。あればいいね。うん、あればいい、本当に。やったやった。でもチェキが届いて私は嬉しいし、ちょっとずつね、次10月30日にお話し会があるんですけど、皆さんにちょっとずつ会えるね、ちょっとずつ会えるということで、10月30日会う前に、ね、公演もできて、いっぱい絡めるチャンスがたくさんあって幸せですね。私はツイッターのさ写真のネタがさなさすぎるけん、ちょっとため撮りせんといけん、ため撮りせんといけん、ため撮りするわ、ため撮りするわ。どういう服で撮ろうかなっていう。テラマリとかそういうのが、この髪型可愛いけんさ、これで写真撮りたいな。寒い、なんかさ足が冷たすぎて、足の見えない不思議な靴下みたいな、足の冷えない不思議な靴下みたいな、あるがん、あれさほんまにさ足冷えんのかな、あれほんまに冷えんという勇気ある、あれ
足の冷えない不思議な靴下、あれほんまに冷えないという根拠は今回あるのかな。そしてそれなら落ち着きたい、落ち着きたい。ケンくんハートありがとう。ケンくんありがとう。まっちゃんくまありがとう。まっちゃん、あこれまっちゃん、わーまっちゃんかわいい、まっちゃんまっちゃんかわいい、ありがとう。嬉しい、まっちゃんこれまっちゃんだ。だってしかもこれもくま、わーこれもくまじゃん、これもくまじゃんって反対やないかーい。いやもうとっても可愛いクマちゃん。あこれもクマか、おおいいな、ちょっとかぶってみようって反対やないかい。こんなことをしたらねまたね頭もおかしいって言われるんで、もうしません。反対やないかい、本当やないかいって言ってよ、みんな、みんな言ってよ、本当やないかいって言ってよ。言ってくれないの、みんな、もしかして言ってくれないの、言ってくれないの、え言ってくれないの、みんな言ってくれないんだ。そうか、言ってくれないのか、言ってくれないのか、辛いな。言ってくれた。やったやった、優しい、本当に優しい。それも発射、優しいな。反対ね、反対。足の冷えない不思議な靴下は本当に冷えないのかっていう、本当にもう足の冷えない不思議な靴下が欲しいな。うん、みんな履きおる、あれ履いたことある、あれほんまにさ、私ほんまに足が冷たくなるけん、あのちょっとずっと靴下履きよんよ。今年の冬はちょっと目標があって、どれだけひあの冷やさないかっていうので常にもう温めとんじゃけど、もう寒すぎてもう破ってしまいそう。ドンペンの靴下、ドンペンの靴下持ってない、ドンペンの靴下持ってない、ドンペンのグッズ持ってないよね、ドンペンの靴以外。 T シャツも可愛いですよ、ドンペンのあれヘアバンド、ドンペン、ドンペン、全身ドンペンやりたいんじゃけど、全身、靴下、ピン止め、ヘアバンド、 T シャツ、パーカーか、パーカー、 T シャツ、どうしよう、ズボン、パンツどうしようかな、下の短パンとかあるんかな。短パンとかないって分からんけど、湯たんぽ使ったことない。湯たんぽってさ、冷めんのあれ、え、なんかまだあれ、なんかストーブまでもいかんが、ストーブないんじゃけど、ヒーターみたいな電気ヒーターないし、あのエアコンで過ごしようよ。去年もエアコンとあとお布団で過ごしたんだけど、電気マットみたいなやつ買ったんだけど、ちょっとまだつけたくないっていう、まだエアコンなんかあったかいやつ、あったかい空気を出すというのが私は許せなくて、謎にルールがあって、まだあの出したくないんですよ、空気を、あったかい空気を自力で耐えるっていう、まあ最低でも10月中は自力で耐えたいなっていう気持ちで、これなんで自力で耐えたいかというと、別にそういうね、なんて言うんだろう、我慢しているわけではなく、なんか耐えたいんですよ、わかる？10月ってまだじゃん、まだじゃない、しかも、ま、今年さ、まだ耐えれる、まだ耐えれるくらい。私冷え性、めっちゃ冷え性だよ。ケンくんハートありがとう。ケンくん今日も大好き、ありがとう。姉ちゃん偉い、やった。あとね、それはそうね、確かに電気絨毯みたいな、足元がとか、それの、え、電気絨毯さ、今なんかフラフラの丸いちょっと可愛いやつ使ったんだけど、電気絨毯はそんな可愛くないよ、なんか
見た目がチキンさんあんま起きたくないよ、フランフランでこれが送りになきゃ私は。だけどちょっとおかんと、もう誰も家に呼ばんしと思って、まあいいかと思って使い勝手を優先します。でも正直これほんまにあったかいんよ、これめっちゃあったかいけん、これめっちゃあったかいけんな、このえほんまにあったかいよ。言うとくけどこれな、下に何も着んくってもこれ一枚着るだけであったかいよ。シャツ着てなくて、まあ、何も本当にもう下着も何も着ずにこれ一枚羽織るだけでマジであったかいけん、これほんまに。えなんかみんな舐めとると思うけどこれほんまにあったかいけんな、ガチで天才じゃけん。なんかこれを着て、クマ鼻がかゆい、ほんまに寒い、編み込みするの分かった。でもそんなことしたらチクチク、どういうこと、えチクチク、え全然めっちゃふわふわだよこれ、めっちゃふわふわ、ほらふわ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 、ほらめっちゃふわふわだよ。もうこそう最強なんですよ。デイサーズハートさん、バラありがとう。デイサーズハートさん、このバラもしよかったバッイベント一緒に交換しない、ありがとう。高穴さんこんばんは、ありがとう、こんばんは。次何のコミュニケーションかな。ハトさんこんばんは、ありがとう。あさっき呼んだな、ちょっとさほんまにさどうしようかな、髪の毛を取る儀式をするかって。私この絶対にこれはほんまに、これは普通のゴムで結んどんじゃなくて、この糸なんかわかる、この女の子ならわかると思うけど一本の紐でぐるぐるにしてキュッてやるやつでやってるわけ、超強力な事件。これを一人で取るってなったら絶対もうなんか泣き叫ぶと思うよ、絶対泣き叫ぶと思うけん。そう考えたらあのみんなの前で痛いっていう姿を披露してみんなに共感してもらう、みんなも痛い痛いって言って、そしたら痛みが治るかもしれん。たけるくん、おーやっほー、たけるくんありがとう、こんばんは。ね、なんかおーおーおー、わかったわかった、もう顔覚えた。そういうことか、嬉しい嬉しい、オッケーオッケー、まだ一回も話したことがないのにもう覚えたとは、もうすごいな私、優秀天才、オッケー、嬉しい嬉しい、もう配信来とるけんもうそれは好きということは、今日からよろしく、嬉しい嬉しい、こんばんは。え、じゃまだ取らん、まだ取らんけん、まだ取らんけん、みんなまだ取らんよ、そんな、まあ、なんでみんな痛がっとん、え、なんでみんな痛がっとん、え、なんか急にみんな痛いって感じだけど、大丈夫大丈夫、みんな、え、大丈夫、みんな、みんなどこが痛いの、みんな、どこが痛い、みんなみんなどこが痛いのかな、え、なんか、大丈夫、みんな、なんか、なんかみんな痛いって言ってるけど、大丈夫大丈夫、みんな大丈夫かな、すごい顔、すごい心配になってきたけど、あーおもろ、ビキューさん、ハイハロー、I love you、 マッチさんこんばんは、ありがとう。寒っ、やっぱ無理、やっぱ無理、ほんまにクマちゃん金と無理、こんばんは、こんばんは、こんにちは、おのらさん、やっほー、おのら兄ちゃん、やっほー、兄ちゃん兄ちゃん死ぬお兄ちゃん、やっほー、おのら兄ちゃん師匠やっとけやっとけ。え、でも私ちょっと、じゃあ最近私がハマっとるドリンクは何でしょうか。これを当てたらご褒美をあげます
私が最近ハマっているドリンクは何でしょうか。これ当てたらご褒美あげるよ。ご褒美あげる。私が最近ハマっているドリンクは何でしょうか。ドリンク、ドリンク、ドリンク。お、クリミン正解。早っ。はい、ということでクリミンにご褒美あげます。一番最初なのでクリミンありがとう。お、みんな当たってる。おお、お疲れ様でした。はあ、寒いな。みんな、え、みんなは逆に寒くない、みんなは逆に寒くないんですか。え、逆にさ、みんな寒い、どうやって過ごしてる今。もう出してる、こたつとか。正直こたつさ、一日ないんだって。どうしよう。え、なんかどうやって過ごしておる。え、なんかほんまにあのあれ、エアコンとかつけてるかな。めっちゃ寒いよ。ありがとう、こんばんは。マッチュ、こんばんは、ヤッホー。地味にアバター変えとるな、マッチュ。ひろふみさん、こんばんは、ありがとう、こんばんは。長袖、あ、長袖か。暖房、え、やっぱ暖房使うよな。でも私まだ10月中は使いたくないっていうマイルールがある。あ、ゆりちゃん、やっほー、こんばんは。凍れるので暖房つけて、やっぱそうやな、私も暖房つけようかな。ちょっと自分の己の正直なままに進もうかなとかって思ったけど、やっぱちょっとそれは許せん。お前はもう死んでいる。お前はもう死んでいる。サビあなたがいられるそれだけで。めっちゃ I love you、 I want you、 大好き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 。え、ちょっとさ、東横界隈って知ってる、みんな。東横界隈のさ、ファッションめっちゃ可愛くない。なんか地雷とはまた違う系統じゃない、東横界隈って。東横界隈のファッション、私あれしたくなってきたんだけど、めっちゃ可愛くない、知ってる、東横界隈って。なんか東京、なんか東横っていう場所があって、そこに滞在してるその女の子たちとか、なんかキッズ、それのキッズ、東横横っていうところに存在してるキッズたちのファッションみたいなやつ、めっちゃ可愛いの、東横界隈。なんかね、ニーハイソックスに、太ももまでのニーハイソックスとか、編み編みのなんか編みタイツとか、あとなんて言うんだろう、あとジャージ、上下ジャージでドンペンみたいな、めっちゃ可愛いんですよ、東横界隈のファッション。だからね、めっちゃそれ結構地雷系、地雷よりもなんか結構あれかも、めっちゃ可愛いジャージみたいな、すっごい不思議な組み合わせで着ててめっちゃ可愛い。そう、ニーハイソックス多い。なんかなんて言うんだろう、ルーズソックス系、ルーズソックス割と少なくて、地雷は結構ルーズソックスじゃけど、東洋界隈は割となんかあれ、ニーハイとか。でもニーハイソックスなんだかんだ履いてこないけど履きたいな、試そっかな、着てみようかな、東洋界隈で。なんかハーフツインとか、分からん、え、どうなんだろう。流行ったらいい、流行ったらいいね、分かんないけど。でもなんか最近結構地雷系とかがめっちゃ多いっていうね、トヨコファッションめっちゃおぬぬめしたい。トヨコファッションしようかな、めっちゃ可愛いのね、可愛いよね。
シャトシヤホーこんばんは。大好き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 携わった、うん、な全く分からんした。でもなんか割と可愛い系とは真逆のモード系とかしてみたくて、いや韓国系したいよね。韓国系のファッション、あとなんかフレンチガールとか、フレンチガール系可愛い、なんか量産とかでもなんか全部違う系統でやってみたいんですけど、韓国系かもしくは超モード系、もう全身真っ黒、なんか前髪パッツンドストレート髪真っ黒みたいな、もうメイク赤リップみたいな、なんかめっちゃモード系、本当にもうアジアンビューティーみたいな感じもやってみたい。ウルフカットとかもしてみたい。エモい感じの人になりたい。もしくはもう超もうなんかなんて言うんだろう、もう誰受けも狙わないような感じ、なんかめっちゃなんて言うの、ウルフカットにするんだ、中途半端なウルフにするんじゃなくてがっつりウルフみたいな、本当にここ短くて後ろ超長いみたいな感じにしたい。そうそう、マットなツヤリップ、ツヤなリップじゃなくてマットな赤リップとか超モード系にしたい、もしくは超エモい感じの、めっちゃ個性的なやつがいいんですよ。まあ、チャレンジしてみるんだったらですよ、チャレンジしてみるんだったら話ですけど、私は東横ファッション気になりますね。最近はとても可愛い、でもっと量産とか地雷系とかのコーデを楽しみたいかも。なんかそこまであんまり今年楽しんでない、なんかもうなんて言うんだろう、プライベートはいいやみたいな感じになってるなんかもうだからちょっとみんなに会う時におめかししてしまうんですよ。だからプライベートでも可愛い服を着るっていう、で以前は可愛い服を着てましたよ。でもなんかもうなんて言うんだろう、でもなんかもう、うん、難しいかも。だからちょっと楽しみたいと思います。わかんない、え、でも流行とかではない気がする。でも流行ってだいたいルーティンされてるので、うん、ルーティンされてる、過去に流行ったもんとか。だから今ねルーズソックス流行ってる、昔流行ってたものとかがルーズソックスとかも流行ってるし、うん、ルーティーンされてるのかなって思いますね。欲しいな、持ってないんだよな、なんだかんだルーズソックス、うん、欲しいかも。ニーハイソックスとかも欲しい、ルーズソックス、ニーハイソックス、なんかただのニーハイソックスじゃなくてなんて言うんだろう、ちょっと透けてるやつがいいんですよ。デニールが薄いやつみたいな、なんかあんまりにも薄すぎるやつじゃなく、なんかなんて言うんだろうな、あんまりそうなんて言うんだろう、汚い感じではないニーハイソックスがいいかも。あんまりない、なんか露出系のニーハイソックスではなくいいぐらいの可愛さの、あと白もニーハイソックスが欲しいんですよね。ね、ブーツね流行ってる。厚底のさ、あの陽介っていう厚底の持ってるんですけど、それ一回も履いてなくて、ちょっと履きたいな、そろそろ。なんだかんだ一回も履いてないかも。
たいですね。つぼなしんハートありがとう。つぼなしん今日も大好き、ありがとう、嬉しい。マンボメイクして、あ、そうなの、全く分からんけど、しゅうくんやっほーありがとう、こんばんは。なっちゃんやっほーありがとう、こんばんは。可愛いよね。さりげなく靴のサイズいっとこうか。いいよ、23センチ、足のサイズ23センチです。いや、厚底はね結構安定してる、なんか幅があるけん結構あれいい感じね。全然あれかも、オッケー、歩きやすい、軽いし、めっちゃ軽いんよその厚底だけ、めっちゃ可愛い、身長も折れるし可愛い。ファンシーさんこんばんは、ありがとう、こんばんは。リカチやっほー、リカチこんばんは。なっちゃんハートありがとう、なっちゃん大好き、ありがとう、キュン、ありがとう。